アジアのドリームチームグランドワリア、フォーメーションは3-4-3。一方右にエンドを取るのは白のユニフォーム、韓国の神童シラソーニー。監督は不敗神話ポシェティノ監督。フォーメーションは4-4-2。ポシェティノ監督、チームの先頭に立ち勝利へと導きます。ドリブル、ヘヘソン、トラップ、ワザ、ルーニー、ここでスルーパス、抑えてソンジョン、そしてソン、ソニー、キーパー、キーパーボールを出します。トラップ、自分で行く、回していく、抑えてハーグリーブス、繋がりません。さあグランドワリア早いアプローチ、イオンピョン、ワントラップソニー、これはポシェティノ監督、ベンチから立ち上がって指示を出します。取り戻します、止めて真ん中から上がる、ボールを受けて周りを見るから、さあシラソーニー、中央に出す、ヘディングでクリア、ここ。さあ後半戦が始まりました。ボールを渡します、パクチさん、渡りません、ボールを回します、パグリーブス、ボールを運びます、真ん中から上がる、ソニーからイオンピョン、クリア、パグリーブス、ドリブル、ガンナバーの広い視野を生かすことができるか、右足でシュート、入った、ゴールです。後半14分、0-1、観衆の雄たけびが響きます。うまく決めました。後半16分、キックオフです。シャフ、そしてドゥーガ、ミカ、奪われる、ここはつなぎます、リティ、ここは中央から、ポシェティノ監督、ピエール・リトバースキー、潰された、グランドワリア、ここで巻き返したいところです。これからリスタンです、ダイレクトなシュート、ゴール1-1、ミカエル・ラウドネック、見事なゴールです。フランチェスコ・トッティ、した技術で守備陣を翻弄します。後半28分、キックオフです。抑えて縦に送ります、さあシラソーニー、クリスティアーノ・ロナウド、おっと自分で行く、ここは切り抜けます、ソンジョング、抑えてドッティ、そしてソンジョング、パス、ヘディング、キーパーを抑えます、キーパーからボールが出ます、ミカ、クリバリー、タイムアップ、両チーム力を出し切りましたが決着がつきませんでした。